まだ誰かいたんですか。あ、この人、お前さん。あといいですか。有名人。シェーファー君のちょっと似てるなっていう方とか、八村君のお父さんとかもファミリー席なんでいます。すごいですね。コロナ禍ということで、大変な中を入れる観客も入れて試合できるという
まずは時にはベンチから身を乗り出してコートの選手にエールを送っていました。キャプテンから見て今日のチームメイトいかがでしたか？まあ、ちょっと立ち上がりすぎて最後審判の方にもうベンチ座ってくれというふうに言われたんですけども、でもやっぱりみんな点数が空いた状態でも最後まで思い出し全開でプレーしてたと思いますし、まあ、まだまだ当然反省点はありますけども、まあ、今日本当にチームとしていい形でずっと40分間プレーできたと思うので、八村塁選手、馬場雄大選手が合流し完全体となり87対59、見事ベルギーにリベンジを果たした日本代表。東京オリンピックの会場で歴代最強のバスケ日本代表を見ることは僕の夢でしたし、おそらく視聴者の皆さんの多くもそうでしたよね。オリンピックは無観客になってしまいました。だけどテレビの前から全力で応援します。頑張れ日本代表。また会いましょう。